帰ってきた。マザーとファーザー、二人から奪った鍵では首輪を外すことができなかった。その答えを求めてこの町へ戻ったが、両親を失った盗賊団か。まずは様子を見てみよう。相変わらず汚い町。あ、町の不臭に紛れかすかに懐かしい匂いがした。タバコの匂い。ピルロ、会っとくか。黒蛇墓地。蛇にとって死は身近なもの。死んだ者は皆ここに埋められる。マザーの計らいだと噂されたが、私はそうは思わない。私たちの死を悲しむ存在なんていない。使い捨ての命に不相応な優しさを蛇たちはただ受け入れていた。ピルロもきっとここに眠ってるはず。また仲間が死んだ。他の盗賊団の仕業か。おそらくな。最近また見ねえ奴らがうろうろしてんのさ。くそ、親たちはいつ帰るんだ。マザーとファーザーか。親たちが後継者を探してたのはこのためだった。ヘビってのは自分の死期を悟るんだと。親なしじゃ俺たちは。そういや、お前マザーのお気に入りだったな。黒ヘビは俺がいただく。邪魔者はいらねえ。俺が新しい親になってやる。あらら、お盛んだこと。親が消え、蛇も荒れてるのか。やれやれ。そこ、どいてもらうよ。新しいファーザーさん。おねんねしな。ピルロ。ただいま、ピルロ。私は親たちを殺したよ。あんたはどうしてた？なあ、ソロネ。俺は盗賊団で成り上がり、金が欲しい。うまい酒とタバコを味わって、でかいベッドで眠る。くたばるまでの間、目いっぱい楽しむだけさ。いいね。お前は何が欲しいんだ、ソロネ。私は欲しいもののために戦ったよ。
だけど、まだ盗めてないの。ねえ、ピルロ。どこにあるのかな？何か掘ってある。始まりの場所で待つ。なぜピルロの墓に。誰が掘った？何のために？始まりの場所。始まり。急げソローネ、そこまで追ってきてる。くそ、血が止まんねえ。最悪だぜ。黙って走って。どうしたスキラッチ。開かねえ。クソ扉が開かねえんだよ。あれから全て始まった。あの下水道の扉、なぜ鍵がかかっていた？敵が出口を塞ぐためだったとしても、経路は無数にある。全ては塞げない。現に敵は別の出口で待ち伏せてた。仮に私らへの妨害が目的じゃなかったとしたら、なぜあそこに鍵がかけられてた？あの扉は何だ？両親が持っていた鍵、もしかして。いいです。やれやれ、大人げなかったですね。あの時開けられなかった扉、
しょう。あなたは？わしはただの案内人じゃよ。ロープウェイ、一昔前の代物でな、骨董品じゃ。これに乗ってみたいかね、お嬢さん。どこへ行くの？行き先は故郷じゃ。故郷？誰にでも帰るべき場所はある。選ぶことは誰にもできないがね。望むなら案内しよう。切符はいらんよ。音じゃろ。巻かれたネジに歯車が噛み合い、ゆっくり回る。まるで何かを巻き戻すかのようにの。おしゃべりなんだね。語るのは案内人の仕事じゃ。おじいさん、誰かに似てる。でも、誰だっけな。心当たりはないが、ゆっくり考えたらいい。時間ならある。このロープウェイが作られたのは随分前じゃ。地図にも記されないある小さな町への道としてな。乗ったものはそう多くはないが、わしは皆に同じ話を聞かせてきた。聞かせてよ、おじいさん。聞かせてよ、おじいさん。そのみんなに聞かせた話ってやつ。老人の話を聞いてくれるか。優しい人じゃ。優しくなんてないよ。でも何か話してないと落ち着かなくてね。遠い昔、あるところに愛し合う男女がいた。だが悲しいことに二人は敵対する国の王子と王女じゃった。やがて二人をめぐり、互いの国が戦を起こした。多くの人が死んだ。それは凄惨な戦じゃった。それで王子と王女はどうしたの？互いに国を捨て逃げた。たった数人の家臣を連れてな。
王女は身ごもっていた。他に道は選べなかったんじゃ。悲しい話。続きは？王子と王女は人知れず深い谷に身を隠し、数名の家臣たちと共にそこで暮らした。ロストシード、それが町の名じゃ。ついたな。案内はここまでじゃ。この先にきっと君が望むものがある。ありがとう、おじいさん。思い出した、あなたに似てる人。マザーズガーデンの守衛さん。はて、知らんの。遠い親戚かもしれん。血が似れば顔も似る。元をたどれば皆同じ誰かの子じゃ。そうじゃろ、お嬢さん。中小様、やったれ。成果の必要は輝きたまえ。ブラボー、デメロス。蛇は素早いよ。ライフスティールダガー。デボン。ライフスティールダガー。私の獲物だ。ここはふる。こんなところで赤ん坊の泣き声。行ってみよう。
願い、坊やを。殺して。お願い。坊やって、この鳴き声の赤ん坊のこと？城の中から聞こえてくるみたい。ここに一体何が？どれ？いいでしょう。やれやれ。気でいきますよ。ほらほら。なるほどなる。
でしょう。傷を癒したのは悪くないアプローチ。かかってこーい。行きますか。成功。輝くたまる出番。
片付けなきゃ。貴重な知見を得た。おしまい。いいでしょうか。せっかく輝くたまえ。欲しいなら取ってみな。
よく来たな。会いたかったぜ、ソローネ。ピルロ、嘘、どうして俺がピルロに見えるか。今な、ちょうど坊やが泣き止んだとこなんだ。おお、よちよち、かわいいだろあなた誰？ピルロにそっくり。でも何かが違う。ああ、ピルロじゃない。墓のあれな、俺が掘ったんだ。よくここまで来たな。やっぱ優秀だぜ、お前。さて、何を望む、ソロネ。自由。黒蛇を抜けて自由になるため、ここへ来た。へえ、そいつはいいな。俺は訳あってちょいと長く生きてる。命ってのは無駄にあっても持て余すもんでな。俺な、死ぬことにしたんだ。でもその前にこの世に残すことにした。こうさこっていいよな。もう一人の自分みたいでさ、親の代わりに後の世界を生きてくれる。俺は残したかったんだ、最高の子。幸い俺には時間がたっぷりあった。で、無数の女に子を産ませた。何人何人も何人も。最近じゃお前が知ってるやつもいるぜ。ピル、スキラッチ、ドニ、マザー、ファーザー、黒蛇のやつ。そしてソローネ。嘘、みんな俺の子さ。お前の母親はいい女だった。誇りに思えよ。種の数が揃ったら次は選別だ。優秀な種を選ぶため互いに争わせることにした。黒蛇はそのための場所さ。俺が作った。そしてお前はピルロを殺し、マザー、ファーザーを殺し、ここへ来た。生き残ったのは優秀な証だ。お前の旅は選別だったのさ。俺の種のな。楽
しんでくれたか、娘。争いは繰り返されてきた。なんだか影が。ここまでたどり着いた子はお前が4人目だ。前の3人はここで死ぬ。俺も。最後の選別だ、ソロ。お父さんを殺してみなさい。私の…さて…見せろ。出番か。開始。見せろ。プランを考えれば。誓え。感謝します。いいです。行くよ。蛇は素早いよ。ライフスティールだが。来た来た。
ますよ。聖火神エルフリック出番。やってやるよ。蛇は素早いの。やってやるよ。蛇は素早いの。悪いと本気出すから。ライフスティールダガーを生じするの。ライフスティールダガーを思考開始。さあ、行こう。熱帯するよ。死の前に行きますか。マジックスティールロッド。さて、さすが先生。フクロウ、私の獲物だ。投降しエベルよ。遅いね。いいでしょう。聖火神エルフリック思考開始。診断終了。雷鳴を轟き響け。来た来た。はよ。出番。遊びは終わりだよ。投降し
になったな、ソローネ。マリエッタに生き写しだぜ。その臭い口を閉じなよ。胸くそ悪い。いい子だ、ソローネ。マジックスティールロッド。ライフスティールダガー。さて。さあ、行こう。ひらめきり。さあ。遅いね。さてと。遅いね。飛行開始。やってやるよ。悪いぞ、本気出すから。投降しエベルよ。出番。ライフスティールだが。ほよ。満足できた。ソローネ、お前が俺の最高傑作だ。嬉しくない。俺の懐に首輪の鍵がある。持ってけ。盗めないものの話。この世にはどんな凄腕の盗賊でも盗めないものがある。決して盗めないものが。聞かせろよ、お前の答え。
答えは明日よ。奪うことはできても盗むことはできない。決して。やっぱあいつの娘だな。悲しいの。死んじゃったもんね、あなたのお父さん。そして私のお父さん。まただ。巻かれたネジに歯車が噛み合い、ゆっくり回る。まるで何かを巻き戻すかのようにの。ここじゃ命はタバコだ。すぐ吸い殻になる。ソローネ、お前は何が欲しい？似合ってるよ、ソローネ。初めて見た血はどうだった？たった一人のママなの。お願い、殺さないで。見事だ、娘よ。生きたいなら殺せ。やっと俺も父親になれたか。悪くねえ、娘を持つのも。ソローネ、できるなら幸せになってね。私のように生きちゃいけない。ソローネ、笑ったわ。でもどこか悲しそう。お前に似てるぜ、マリエッタ。ねえ、クロード、知ってる？盗めないものの話。凄腕の盗賊でも絶対に盗めないものがあるの。それは人の中にあって目には見えないの。聞かせて、あなたの答えを。答えは本能だ。人は血の命令に従うだけさ。いい種を求めて生き、死ぬ。その鎖を外す鍵は盗めない。永遠に。そうね。また笑った。ようやく私は望むものを手にした。これから私はどこへでも好きに走っていける。好きなように生きていける。だけど待ち焦がれたその景色は血の匂いが